と最初のきっかけなんですけど中学の時にあのロックバンドをやってたんですよねでもともとピアノを習ってたのであのピアノ弾けって言われたんですで僕の中学生高校生の時ってあのビジュアル系の一番最初のバンドが出てきた時期なので XJAPAN のコピーバンドやるって言ってでピアノで呼ばれたんですよね。でなんかそれであのクラシックのピアノをずっとやってたんですけどあなんかロックって面白いなっていう風になって。 それが多分きっかかけですねなんか自分で作ってバンドで演奏したいっていうふうに思ってでそれで作曲をやろうっていうふうに思ったのが最初のきっかけですね。でじゃあなんで音題になったのかっていう話なんですけどあんまり深い理由はないです。あのなんか大学で音楽やればいいんだろうぐらいに軽い気持ちでやるって宣言したのが高校1年生の時ですよね。専門は作曲ですね あのうちのコース作曲コースっていうんですけどもあの、まあ、文字通り作曲について、えー、と勉強するコースですね。で多分あのちょっと変わってるのが選考、えー、の実技課題っていうのをこう出すんですけどうちはその決まった課題を一切出してないんですよね例えば1年生の時はこれを作りなさいとか2年生の時はこれ作りなさいとかっていう縛りが一切なくてそれを全部自分で決めなきゃいけないっていうのがまあ 大谷の作曲コースのまあ、僕の特色だと思ってます。で、あのなんでそういう風うにしてるかって言うと、これは僕の考え方があるんですけども、全部いろんなことがまんべんなく、できるよりも一つのことが尖って、できる人の方が面白いっていう考え方がすごくあってで、それを4年間で探さなきゃいけないんですよね。で、その時に他のことやってる余裕なんかないだろう。っていうまあ。そういうのがあってえー、っとそうしてます。で、もう一つは。 まあこれもいろいろあるんですけどたまたまその実技課題を出さなきゃいけないタイミングで外部のコンペに応募したいとかまあ今いろいろありますよねそういうものが重なってしまった時にそっちを優先できるようにっていうことであえて課題を設定せずもう自分で全部決めなさいっていうふうにまあしてます。でまあ、特色はそういういいとところだと思います、えっと、あの一番メインのあのコースのい 演奏会というのはあの支援会っていう演奏会が年に2回やってます。えっと試すに演奏の演に会で支援会っていうんですけど、えっとまあ、試すっていう風に言ってるので自分が書いた曲がどういう風に音になるか試すっていう演奏会ですね。でこれを前期と後期にそれぞれ1回ずつやってます。であのー、これが一番大きなところで。 まあ逆に言うと後はないんですけども、演奏会としてはないんですけど例えば学生によってはどこかの演奏会のために編曲をするとかそれからまあどこかの演奏会のために曲を書いて提供するとかっていうこともまあちょこちょこあります。それとこれはすごくバカバカしいんですけどもあのたまに学生の方からとか僕の方からとか。 まあ、いわゆるこう自,自主勉強会っていうとかちょっと硬いんですけどみたいなものをあの、まあ、やりたいというすごいちっちゃい企画なんですけどあってでこの間はここに NintendoSwitch を持ち込んでみんなでとりあえずスマブラをやろうというノリで始めたんですけどやってるとやっぱ面白いもんであの曲のアレンジについてずっとこうああだこうだ言うっていうかそういう会うになったりとかであと企画してるのはあの今。 コンピュータータで音楽作ったりしますよねでああいう音楽作る時の音作りについて、まあ、誰かがちょっとなんかみんなで持ち寄っっててやりませんんかって言うんですよねでそれをちょっとちらっと言うと「あやりたいですやりたいです」ですってなってちっちゃいコースなんであの割とそういうのがパッと決まってパッと本当に悪ノリでやってしまうというか、まあ、そういう感じでちょっとイベントが急に増えることもありますね。 これやり,なんだやりたい曲によってもちろん変わるんですけどうーんと本当にもう生楽器を鳴らしたいんだったら選手と鉛筆だけで済んじゃうんですよ、ね、もうそれで全然こと足りてしまうんですけど最近はやっぱりみんなパソコン買うようになりました。であの例えば楽譜書くためにパソコン使ったりする人もいますしでさっきちょっと言ったんですけど いわゆるあのデジタルオーディオワークステーション DAW って今言うんですけどまあそれで DTM なんて言葉ありますよねデスクトップミュージックっていう言葉ありますけどパソコンの中で音楽が完結するでその中でこうエレクトロだったりハウスだったり EDM だったりえとクラブ系の音楽だったりそういうのを作りたいっていう人もいるのでそういう場合はやっぱりあのパソコンが必要になってくるんですね。 あの大学にもそういう DAW ですとか学法書くソフトがインストールされてるパソコンがあるのでえっとまあそれを最初使ってやったりするんですけどやっぱりやりたいっていう気持ちが強いとだんだん自分で欲しくなってくるんでしょうね。であの後からあの頑張ってちょっとお金貯めて買ったりとかっていうふうになってきます。でですので 結局2年生とか3年生になるとみんな1台なんか持ってるっていう状態にはなんとなくなってますですからそこら辺はこう大学のものもうまく使いながら自分のものと組み合わせてやるとかっていう感じですしあのデスクトップしか持てない人っていうのはあらかじめその音声データを家で書き出しておいてからメールでこっちに送って。 でここで聞きながら、まあ、ここでってあのパソコンで聞きながらそこでちょっとアドバイスするっていうような形もとってますしノートパソコンを持っている人はその場で編集してもらうっていうこともできますしそうですね大体そんなところですあの楽器は必ずしも必要ではありませんがまあやっぱりそれもパソコンに入力するためのこんなちっちゃいキーボードがあるんですけどこういうのもまあ 買おうと思えば三千円ぐらいで買えるので <laughs>、まあ、そういうものを買ったり、してる学生もやっぱりいます。はい。あの、ちょっと、話飛ぶんですけど。あの、うちのコースに三関健人君っていう人がいまして。で、ツイッターでしょっちゅうバズっている男の子がいるんですけど。あの、彼にですね。えー、が、卒業演奏会の前に、僕ちょっとメール送ったんですけど。あの、まあ、作曲コースらしくと、と、えー。なんて書いたかな。 確か失敗を恐れず、えー、周りの空気を一切読まず避、えー、難や中傷を浴びることを恐れないで、えー、中二病精神もしくはロック魂を持ってレモンティーを飲んで,の飲んで臨みなさいというふうにまあ言ったんですけどもうんとですねこれ心構えっていうとあれなんですけどまあ,あの中,中二病って言葉あるでしょ。 で要はあの、まあ、ネガティブな意味で言うケースが多いと思うんですけど意外と作曲する時って必要だったりするんですよね。で要は、まあ、美術の学生さんもそうだと思うんですけど自分の書いたものをわざわざ晒すんですよ。でこんなことしなくていいし恥ずかしいしみっともないし最初はねでもやるんですよね。だかからなんかそういうい 何、うん、かやってやろうとか何か面白いもの作ってやろうとか世の中を驚かしてやろうとかそういう気持ちがまず一番にあってでね逆に言うとそれ以外いらないと思ってるんですよ。もうそれれさえあればなんとかなってしまいますあのっていうのはさっきちょっと言ったんですけどパソコンの技術が進んでるのであのパソコンの使い基本的な使い方さえ分かっちゃえば曲かけてしまうんですよね。 そうした時に実は一番大事なことって自分がこれ作りたいっていう気持ちだったりすするんで,すでだからまずそれが一番でもう一つがうんまあ、えー、そうですねちょっと大げさな例,なんです例えなんですけど例えばタワーレコードとかああいうレコード屋さんありますよねあそこのに陳列している CD がずらーっとありますけどそれからインターネットにはサウンドクラウドだったり動画サイトだったりいろんなものありますよね。 要は世の中にある全ての音楽を全部聴くぐらいのつもりで聴いてくださいって言うんですけど作りたいっていう気持ちとそれからとにかく何でもかんでも聴くっていうまあ気持ちというか多分その2つが大切な心構えって言っちゃうとちょっと固いんですけどまあそういうことなんだと思います。要は音楽学科全体の 共有の,の部屋として練習室っていうのがあって、まあ、個室にこうピアノがだい置いてある部屋なんですよねでそこでこう練習したり作曲をしたりっていうことが、えーとまあ、音楽学科の学生としてまず使えるところですよね二つ目が、まあ、よく作曲コースの人がいるんですけどコンピューター教室っていう iMac は24台かな置いてある部屋ですねなぜかそこにいますのでだいたい 捕まえたいなと思ったらそこにポンとと行くと、まあ、言いますっていうのが2つ目ですね。で3つ目があの、まあ、この部屋の前にあるんですけど録音室って言ってこれは無理やり作ったんですけど、えっとまあ、マイクですよね主にマイクとスピーカーと、まあ、簡単な録音ができるようなスペースを作りました。で例えば自分の曲でボーカルを撮りたいとか。 なんか楽器を取りたいとか、あるいはちょっと効果音として何か取りたいとかって言った場合に、そこの部屋を使用して、えー、ま取、あ、ることができます。で、4つ目として、実はここの研究室で、ここはそのさっき言った個人レッスンをするための部屋ですね。で、ここにみんな来て、一人一人だいたい45分ぐらい、えー、まあ、レッスンを受けて、えー、と帰っていくっていう感じですね。だいたい主な使用教室としてはその辺だと思います。 一番その作曲に直結するっていうものだとやっぱ作曲家ってことになりますよね。で今まだ卒業してなくて学生なんですがまあもうプロの作曲家としてクリエイターとしてやっている人が一人いてでその人は例えば配信したり海外のレーベルと契約したりして自分の楽曲をこう売っていくっていう人ですよね。でこういう人が今一人でそういうことをしつつ 例えばその音響エンジニアっていうんですかね録音したりライブの PA だったりっていうああいうふうに進もうとしているもうほぼ仕事ももらって進んでいる人が1人いますねこの辺が一番ダイレクトに直結してくるところで、えー、といわゆる一般企業に就職するという人もいますけどさっき言ったようにあの実質にパソコンがあればできてしまうので例えば仕事をしながら、えー、そういう作曲活動していくって人もいますし。 ちょっと最近びっくりしたんですけどあの最初はシステムエンジニアかなんかで就職したんですけど何年か後にふらっと来てであのクリプトンフュージャーメディアっていうあとあの初音ミクの会社ありますよねあそこに就職したっていう子が1人いて、まああのまあ、作曲家御用達の会社なのでいろんなこう作曲をするためのソフトウェアとかを販売してる会社なんですよね。なのででそういういいところに就職、まあ、できた人もいるし えっとまあ、本当にいろいろですねあのなんかこうやっぱり音楽で食ってくって言った時にいろんな考え方があって本当に決まった会社にハザあの入って曲を書くっていうのが今すごく減ってるんですよね作曲の仕事ってこう企業と個人契約をしてで単発でお金をいくらもらってっていう風にやっていくのが今多いので。 じゃあどこからがプロなのかって難しいんですけどでもある程度それでお金を稼いで、えっと、生活をしているという人がプロなんであればまあそういうところが一番直結する道ですよねでもあの一発でそうなれなくても、えっと、何か仕事をしながらそういうチャンスを伺うってう人がいっぱいいてでまあそういうことも含めると、まあ、広くあの卒業後も作曲家としてあの社会に関わっている。 のかないいうふうふにままあ思います大体そんな感じですね。えー、ところはもう2つしかないんですけど一つはたくさん曲を聴くことさっきと一緒ですねはいたくさん曲を聴くことです。で2つ目があのそれを積極的に真似をすることをですねあのー、オリジナリティというのはいやなんやかん言うと最近パクリだパクリだって言うんですけどあのー 音音楽って結局かかかななり限らられた手段の中から音を選んんででいいくしかないんですね実はたくさん可能性があるようで実は結構幅が狭いんですでただ組み合わせはすごくたくさんあるのでそれをこう自分なりに体得していくっていうのがオリジナリティを作っていくための一番大事なステップなんですけどそのために真似をすするっていうのが実は一番大事なことですね自分が好きな曲好きなアーティスト、まあ、好きな作家さんいると思いますのでたくさん真似をして作るということですね。 で作ってるだけだと何もアイデアが膨らんでこなくなってしまうのでたくさん今度聴くということですね。うん、その2つですえー、っとですね入試区分たくさんあるんですよね。なので <laughs> あの微妙に確かに違っていきます。で、えー、っと例えばその「楽天」っていう何て言うんでしょうね本当に音楽の基本、まあ、理,理論までいかないぐらいの本当に基本的な例えば「 あの音と音の幅の問題とかそれからまあスケールっていうあのメロディーに使う音をこう並べたものです、ね、に関してそれを覚えるとか、まあ、そういったのが必要な入試区分もありますし、まあ、そういうのが一応はあの入試の時にはいらなくて後から勉強してくださいっていうのもあります。で,あの、まあ、ですからそういうい これ学天って言うんですけど学天っていうのはどっかで絡んでくるので入試の上ではそれはやっぱりやった方がいいんだと思いますであと実はですね平成あ間違えました年号変わりましたねえ、まあ、令和の2年度っていうんですかですから2020年度今回実施される入試ですからちょっとあの実技の課題が変わりましたあの前は大学に来て曲を書いてもらうっていう課題だったんですけど今度から提出課題に変わったんですよね で譜面でも音源でもどっちでもいいですっていうふうに言ってるので、あのー、まあその出すものを作ってほしいということなんですけどその作る上でさっき言った「真似をする」「たくさん聴く」っていうことをやっぱりやってほしいということです。であの入区部によってはその他の課題がありますピアノを弾いたり、えーまあ、ピアノの場合は自由曲1曲なんで、まあ、練習してください。それれから、えーとまあ、これもちょっと 今年から変わったんですけど聴音っていってあの音を聞いて譜面に書き取る科目と師匠っていって入,入学試験要項に書かれてるメロディーをその日に音名で歌ドレミファソラシドで歌ってもらうっていう課題どっちかか選ぶようになりましたですから師匠の,の場合は事前に練習しておいてほしいし、まあ、聴音はちょっとあの専門的なトレーニングが必要なので、えー、何かレッスン受けられてる人は練習してほしいと思うし。 えっとですね、もしやったことがなくて興味がある人はちょっと長くなっちゃいますけどあのよく楽器屋さんとか本屋さんであの8小節のメロディーの課題集とか超音の課題集って売ってます。でそれをまず自分で歌ってみてでそれを自分で今度歌ったものを書き取る書き写す訓練ですね。でそれをずっとやってると楽譜の書き方覚えてきますので。えっと、人の楽譜を とかそういうふうに世に出てる楽譜を歌って書く歌って書くの繰り返しですねで、そういうことによってまあ超音とかそういうこれ大きく言うとソルフェージュって言うんですけどの勉強になってくると思いますだいたい準備としてはそのぐらいなんですけどもあのちょっとこれ高校の勉強とかと違うと思うんですよねですのであのぜひ えちょっと進学準備講習会ですとかね、えー、オープンキャンパスに来てもらってあの実際そこで具体的に説明できるのが一番いいと思います分からないことだったら是非問い合わせていただければと思ってますあのー、そうですね5回っていうと5回も受けなきゃいけないのかっていうとまあそれじゃなくてあの1回でいいです。要は5あるので1回受けてもらいますっていうそういう制度なんですね。でただ、あのー、ちょっと誤解があるのが1回受ければ済むっていうんじゃなくて。 あの入試がちょっっと変わてそこで実技のレッスンを受けてもらってこれは作曲でもピアノでも管楽器でも全部そうなんですけど受けてもらいます。であのあ全然これ入学しても大丈夫だねっていうんだったら、えー、っとその場でもう認定します。で1回でまあ終わりなんですけど、まあ、ちょっともうちょっと頑張ってっていう場合はちょっと練習の課題とかあの先生がこう指示をします。これだけ練習しておいてねで 回回ももう1回来てもらいますでそれがチャンスがつまり5回あるわけですね5回の中でその基準に達しててくださいいねねっていう入試なわけです、ね、でこれって何かこうあじゃあ下手だったら通らないのかっていうとそういうことじゃなくてそのやっぱりあの入学までにある程度、まあ、楽器だったら音を出しておいてほしいとかで作曲の場合だと例えばじゃあパソコンの電源のやり方が分かんないんだと,と厳しいので、まあ、そういうところは慣れてくださいね。 で要は入学前に受験勉強を一緒にやってあげながら力をつけながら入学の準備をしてもらうっていうそういう制度なんですね。ですからあの「5回」っていうのがどういうふうになるか分からないんですけども人によっては1回ですもし人によってはじっくり回数使って出力をつけて入学に準備してもらう、まあ、そういう制度だと思ってください、あのー。音楽の中ではとても人数が少ない分野 なので、まあ、楽器当てたりそれから歌歌ったりねっていう方があの、まあ、分かりやすいし普通音楽ってそこから始めるので、まあ、人数少ないんですねだから毎年本当に1人か2人で多くても4人とか、まあ、そういうコースなんですね。でなのでもうあの私もそうですし上級生が新入生が入ってくるのを毎年毎年心待ちにしているというそういうコースです。 でまあ、あのそえも揃ってですねあの自分の趣味に特化してた人たちばっかり揃ってるのであのそういう意味ではとても面白いところだと思います。是非さっき言ったように何かちょっと作りたいとか楽器は経験したことがあるんだけど作曲をやったことがないんだけど興味があるとかもうそのぐらいで十分です。あの基本的なことは楽楽譜がが、まあまあ、読めた方がいいんだけど音楽を知ってて であの何か曲を書きたいっていう気持ちがあるかどうかが大事なので、えー、っと書いたことなくて全然構いません是非一緒にやりたいと聞いたらあの受験を考えて、えー、一度遊びに来てもらえれば分かると思いますので是非お待ちしております。